皆様こんにちは。今回は兵庫県佐用郡佐用町の古民家物件をご紹介いたします。屋根は昔ながらの草吹きトタン屋根です。それでは宅内をご案内いたします。玄関を上がり右手には和室4間の続き間がございます。8畳の和室には掘りこたつがあり、北側の6畳の和室には薪ストーブも設置されています。寒い冬でも暖かく過ごせそうですよ。残りの和室は6畳と 5.5 畳で、それぞれ収納が備わっています。玄関左手には水回りがまとまっています。こちらはダイニングキッチンです。コンロは IH でお手入れしやすく安全にご利用いただけますよ。物件は隣家と程よく距離があり、のんびりと過ごせる環境です。佐用郡佐用町で田舎暮らしをしませんか？ご案内などお気軽にお問い合わせください。